子育てに関する面白い雑学、条件付き子育ての具体例を考える。例えば、夜の絵本の読み聞かせを楽しみにしている子供が親の期待に反して言うことを聞かなかった場合、親が愛情を引っ込めてしまうと、子供は親に愛されるためには期待に応えなければならないと感じるようになる。このように親から愛情を引き出すために子供が行動を調整するようになってしまう。子供を一人の人間として尊重する態度が大切である。無条件子育ては子供を一人の人間として尊重し、その気持ちや行動の理由に向き合う方法である。子供の心や気持ちに寄り添い、共に解決策を見つける姿勢が求められる。この姿勢が子供の自己肯定感を高める基盤となる。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。